今日はミニチーズケーキタルトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日はミニチーズケーキタルトを作りたいと思います。ということで今回はですね、ミニサイズということで100円ショップに売っているケーキカップを使って簡単に作っていきたいと思います。そしてタルト生地はホットケーキミックスで簡単に作れるレシピをご紹介します。要所要所作り方にポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにタルト生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、無塩バター、牛乳、タルト生地はこちらの3つの材料で作っていきます。今回ホットケーキミックスを使うのでとても手軽に作ることができます。使用するバターは無塩バターなんですけれども、もしバターがない場合はサラダ油を使っていただいても OK です。続いてチーズケーキのフィリングの材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、お砂糖、卵、薄力粉、レモン汁、こちらの材料でフィリングを作っていきます。で、今回ですね、作りやすい分量で作ってるので少し生地が余ると思います。なのでその場合は別の容器に入れて一緒に焼いて召し上がっていただくといいかなと思います。そして今回の型はこちら100円ショップで買った底の部分が 5.5cm、 そして高さが 2cm のケーキカップを使っていきます。もしこういったカップがない場合は、私がねよく蒸しパン作りで使っているこちらのシリコンカップ、これを使っていただいても OK です。で、あとはねマフィン型とかそういったものを使っていただいても大丈夫です。紙カップでも使うとしたら固めのものを使用するようにしてください。それでは作っていきます。まずボウルにバターを入れます。それではこちらのバターを電子レンジ600ワットで40秒ほど加熱して溶かしバターにします。はい、加熱が終わりました。まだバターが溶けきれてないので、よく混ぜてバターを最後まで溶かしましょう。で、もし40秒加熱しても溶けない場合はプラス10秒ずつ加熱して、その都度よく混ぜてみてください。はい、バターがきれいに溶ければ OK です。それではここに牛乳を加えます。そして混ぜます。バターと牛乳は水分と油なのでよくね混ざらないんですけれども、この後粉類を入れると混ざるのでこれで OK です。そしたらここにホットケーキミックスを振るわずに全部入れちゃいましょう。そうしましたらこれをゴムベラで切るように混ぜていきます。そうすることでサクサクの美味しいタルトに仕上がります。はい、こんな感じでひとまとまりになれば OK です。では生地を取り出して丸く形を整えてまな板の上に置きます。で、少しね手のひらで潰して、まあ、何でも OK なのでスケッパーなどを使って10等分にしましょう。はい、こんな感じで10等分にしました。ではこちらの生地に敷き詰めていきます。ではね、まず一かけら取ってこれをね軽く丸めます。そしてこの真ん中に置いて、あとは指で押さえつけて、でこんな感じでね広げていきます。で、均一に、ね、なるように指でね押さえつけながら伸ばしていきましょう。で、このね隅っこに結構生地がたまりやすいので、しっかりね角に指を当てて生地が均一になるように敷き詰めていきましょう。はい、こんな感じで敷き詰めます。で、もしね少し出た部分があったら、こういったね包丁でスーッと上の部分を切り落としてください。で、少し整えます。この残ったのは少し足りない部分などに補正してください。はい、こんな感じで生地を敷き詰めてください。それでは残りも同じように型に敷き詰めていきます。はい、このように型に10個敷き詰めました。で、2つはねこちらシリコンカップでも作りました。こんな感じです。で、シリコンカップで作るときは高さがね2センチぐらいになるように生地を伸ばしてください。そしたらですね、フォークでこの底に穴を開けていきます。これが空気の出入り口になります。はい、このように開けました。それでは今からここに重しを置いて焼いていきます。重しを置くときはこういったオーブンでも使えるような紙カップをこの上に乗せます。もしねこういったねオーブンで使えるような紙カップがない場合は、キッチンペーパーをちょっとちぎって、このようにくしゃくしゃっとして、そしてこの上に置いていただいても OK です。で、このように置いていきましょう。で、あとはここに重しを置いていきます。
しねこういったお餅がないよっていう場合は、耐熱性のこういったね小さい器をこのように上に置いていただいても OK です。ただしね必ず耐熱性のものを使ってください。もしねこういったものもないよっていう場合は、焼いてる最中に一度取り出して途中でスプーンなどで膨らんだ生地をへこませて、そして再度焼いてみてください。 できればねこういったお餅があるのがね一番いいかなと思います。このお餅とかは繰り返し使えたりするので1個あるとすごく便利です。でちなみにねこれはネットで買いました。だいたいね1000円前後くらいで買えるかなと思います。はい、 OK です。それではこちらを170度に予熱したオーブンで10分焼いていきます。で途中で表面が焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。はい、10分焼きました。途中でね焦げそうになったのでアルミホイルをかぶせました。こんな感じに仕上がってます。でそしたらですねこちらのおもしを取ります。はい、 OK です。ではこのまま一旦粗熱を取ります。では続いてフィリングを作っていきます。まずクリームチーズを練ります。こちらはですね冷蔵庫からすぐ出したクリームチーズなので、一度電子レンジで軽く温めてから練っていきます。もし常温に戻している場合はこの電子レンジで温める作業を省いていただいて OK です。それではこちらを電子レンジ600ワットで30秒加熱します。ではこちらのチーズを練ります。でこんな感じで柔らかくなってれば OK です。もしこの時点でもまだちょっと硬いなという時はプラス10秒加熱してみてください。もし500ワットの場合はプラス15秒ほど加熱していただくといいかなと思います。でこれを滑らかになるまで練りましょう。はい、このように滑らかになれば OK です。続いてここにお砂糖を入れます。そしてこれを混ぜます。最初はねゴムベラで混ぜましょう。でこのようにお砂糖の姿がなくなったら泡立て器に持ち替えてすり混ぜます。はい、だいたい30秒ほど混ぜてください。ではここにレモン汁、そして卵を割り落とします。これでまず混ぜましょう。このようによく混ざれば OK です。続いてここに生クリームです。そして混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。それでは最後ここに薄力粉をふるって加えます。そして混ぜましょう。はい、このようによく混ざれば OK です。それではこちらの生地を一度こします。そうするととても滑らかな仕上がりになります。では生地をこしていきます。ちょっとね茶こしなので少しずつこしていきます。はい、生地をこし終わりました。これで生地の準備は OK です。それではねこちら冷めた型の中に生地を流し入れていきます。はい、型に流し入れました。生地がね少し余ったのでこちらをシリコンカップにそのまま入れて一緒に焼きたいと思います。それではこちらを170度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。途中でね焦げそうな時は上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。はい、焼き上がりました。こんな感じでねいい感じに焼き色がつきました。で途中でね10分ぐらいしたらちょっと焼き色が濃くなってきたので上にアルミホイルをかぶせて焼きました。ではこのまま一旦冷まします。はい、粗熱が取れました。でそうしましたらですね冷蔵庫で半日冷やしてください。そうするととても濃厚でしっとりな仕上がりになります。はい、冷蔵庫で半日冷やしました。じゃあそれぞれね型から外します。はい、こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。では続いてシリコンカップで作った方です。よいしょ、こちらも美味しそうに仕上がってます。そして最後こちらタルトなしのチーズケーキです。こちらも剥がします。よいしょ、はい、こちらも美味しそうに仕上がってます。これで完成です。これでミニチーズタルトの完成です。こんな感じに仕上がりました。タルト生地はサクサクで、チーズの部分はしっとり濃厚に仕上がってます。そして半分に切ると中身はこんな感じです。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。タルト生地がすっごくサクサクです。そしてね、中のチーズケーキがすっごくしっとり濃厚に仕上がってます。やっぱり冷蔵庫でね半日冷やしていただくとより濃厚に召し上がっていただけると思います。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミニチーズケーキタルトのポイントです。まずですね、今回使った方は100円ショップに売っているケーキカップを使いました。底の部分が 5.5 センチで高さが2センチのものになります。こういった容器がない場合はシリコンカップなどを使っていただくといいかなと思います。あとはマフィン型とかね、そういったものを使っていただいてもいいかなと思います。そしてタルト生地なんですけれども、今回はホットケーキミックスで簡単に作れるレシピをご紹介しました。こちらはとても手軽に作れます。このタルト生地の量も使うカップによってちょっとね、作れる個数が前後すると思いますので、今回作った個数は目安にしていただけたらと思います。そしてこの生地を焼く時のポイントなんですけれども、生地を焼く時は重しを上に置いてください。そうしないと焼いている最中に底の部分がぷくっと膨れ上がってしまいます。どうしてもね、重しみたいなものがないよっていう場合は、焼いている最中に一度ね、膨れ上がってきたら取り出して、その後スプーンとかそういったものを使ってへこませて、また続けて焼いてみてください。そして中身の生地に関してなんですけれども、作りやすい分量で作ってます。なので今回の分量に対して少し余る場合があります。で、余った場合は今回私がやったみたいに別の容器に入れて一緒に焼いて召し上がっていただくといいかなと思います。そしてですね、1回目も2回目も同様なんですけれども、表面がね、焦げすぎてしまいそうな場合は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。そして焼き終わったら一度粗熱を取ってしっかり冷ましてから、その後冷蔵庫で半日冷やしてください。そうすることでとてもしっとり濃厚なチーズケーキタルトに仕上がります。サクサクしっとり濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミニチーズケーキタルトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。